ゴルフバカの野望へようこそ。今回のゴルフバカは千葉県にあるアクアラインゴルフクラブ午後スルーのラウンド動画です。ゴルフバカはアベレージゴルファーだから OB します、ダフります、チーピンが止まりません。レッスンやテクニックを披露するような類の動画ではないので、まったりとお楽しみください。インスタートなんだね。あれ、ドライバーじゃないの？ドライバーは怪我をしやすいからね。そうなんだ。ってあんた誰？ゴルフバカです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あれ、どうした？同伴者の玉探しに時間かかって撮影できなかったんだ。イラストでごめん。ふざけたイラスト。2打目で林に入れて、3打目で出して、4打目でグリーン近くまで行ったよ。ちょっと待って、このみかんは何？同伴者は出演 NG なんだ。ボギースタート、まずまずね。11番、ショートホール。盛大にダフったね。2打目はオーバー。林からは出すだけ。みかんが気になるけど、ナイスアプローチ。これは自分でもよく入れたと思うよ。ダボとトリじゃ大違いよね。そうそう。12番、パー4。OB したくないからここもウッドで。マネジメントだね。まあ OB したんだけどね。あるよね。4打目はプレイング4から。アプローチはピッチングで転がしたんだね。 OK 出てダブルボギーだ。13番、パー5。ここは狭そうだね。同じウッドをゆっくり振ってみたんだ。そしたらさっきより引っ掛けて OB と。まあそういうことだね。6番アイアンも引っ掛けてるね。どうにも止まらないのさ。きついアプローチだね。そこから3パットでトリプルボギー。やっちまいましたな。もう勘弁してください。14番はどうしたの？自分の中で一番曲がらないユーティリティを使ったよ。ここはどういうつもりで打ったの？届かなくてもいいから右のバンカーは避けてセンターより左を狙ったんだ。球は右に出てますね。結果的には乗ったから、乗ったから。まあパー取れてよかったね。続いて15番。あ、同じクラブ。さっきうまくいったからって安直ね。もう OB は嫌なんだよ。へえ。ディボットは慎重に目つちしてるからね。大切だね。転がして寄せてボギーでした。16番、パー3。また引っ掛けてるね。ダフって引っ掛けてるんだね。へえ。アプローチで行ってこいして、パットを寄せてダボ。うん。17番、パー4。これは4ユーでもっと優しいクラブにしたんだ。右から戻るフックだね。でも次のアイアンを右プッシュしてさ、ラフのボール探しに時間がかかって撮影できなかったんだ。アプローチでピンそばに行ったんだね。2メートルのパーパットを外してボギーでした。もったいないね。うむ。18番、パー4。これも OB したの？打った瞬間 OB してわかったね。お得なプレイング4だね。これも作戦だよ。長いパットだね。まあまあの上りで25メートルくらい打ったかな。聞いてないよ。言わせてよ。あ、ラボでした。あれあれ、 OB3 回もしてるからこれも実力だと受け入れるよ。調子が悪くても絶対90台なんだよね。どうでしょう。はい、後半です。1番、ロングホール。この5番ウッドは少しフェードしてラフに。フェアウェイにはなかなか行かないね。木が邪魔だね。右のラフから左のラフへ。ラフが好きなの？そういうわけじゃないんだけど、ラフにしか行かんの。これはダフってるの？ターフを取ってるの？ダフ出るかな。アプローチから惜しいパットだね。ダボスタートです。2番は短いパー3ね。サービスホールかな。うん、ちょっと短いけどナイスオン。一言多いんだよな。はい、ナイスパー。はい、どうも。3番パー4。ダフったけどフェアウェイだからいいね。そうだね。アイアンは左に行っちゃったんだ。その後のアプローチで1メートルにつけたよ。やるじゃん。
パットは外すんだけどね。ダメじゃん。ボギーです。4番パー4。おお、右に出ましたね。いや、行ったかと思いましたが生きてました。右ラフから左ラフへ。難しいのよこれ。アプローチ好きね。アプローチ命だよマジで。確実にボギーよね。そうそう。5番は前後が詰まってて撮影できなかったんだ。パターまでイラストで行くよ。またふざけた絵を。ティーショットはチーピンで左のラフ、2打目は左ラフ脱出からの右のラフへ。あえてフェアウェイを使わないスタイルだね。3打目でグリーンに乗ったよ。うん、泥臭いボギーだね。それ最高の褒め言葉よ。そうなの。6番もドライバー。距離があったのと絶対フックさせるって考えながら打ったよ。ナイスショ。ティーを拾いに行く足取りも軽いね。次もいい当たりだったけど飛びすぎてラフなんだ。あるある。これは枝に当たりそうだったから転がしてグリーンそばに行けばと思ったんだ。ほうほう。あとはピッチングで転がして。ナイスパー。ありがとう。7番はほぼ直角だね。ティーショットはアイアンだったよ。なんか良さげだね。2打目もウェッジで打てるとこだったよ。バーディーパットは入らなかったけどナイスパーだね。8番ショートパー3。奥ピンだったから手前でいいかなと。上がりすぎたけど届いたね。長いパットは距離感を重視して。へえ、やるじゃん。今度は入れたよ。ナイスパー。9番、夕日が眩しいね。ボールどこ行ったの？少し引っ掛けて光の方に消えたけどラフに残っていたよ。2打目はダフって100ヤード前進ね。3打目で2メートルについたよ。じゃあパーフィニッシュだね。パーを意識して緩んじゃったんだよね。あらら、残念ボギー。はい、いかがだったでしょうか。みんなが楽しめたかどうか不安だけど。実は今回が初めてのラウンド動画でいいとこ悪いとこ全部を振り返ることができてやってよかったと思います。この動画を見てくれたあなたが、あーゴルフに行きたいって思ってくれたら嬉しいな。今後も動画を作っていきたいと思いますので、高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。ゴルフバカの野望、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゴルフって最高に楽しい。